こちらがですね、ちょっと水産加工の、会社の敷地内、先ほどですね、その主の方に許可いただいて撮影いただいています。こちらのところにですね、ここがですね、かつて神陽と呼ばれた特攻兵器が、置いてあった、ここに格納されてたと言われている、穴がここに、ここを含めてそのすぐ隣のですね、場所からまあ大体あります。まだやっぱり中には水がちゃんとまだ流れているようなんで、隣の穴はそこから水がですね、こちらの下のこの側溝所からですね流れてくる。で、私の声が反射してます。ちゃんとしっかりやっぱ反射しますね。